いつもご視聴ありがとうございます。本日は TikTok のショートムービーを撮影に来ました。スタジオがこちらです。面白い、こうやってなんか区切ってやってて、ここにいると水色の部屋にいるみたいだし、こっちにいるとまたガラッと違った雰囲気の部屋になるし、こっちに行くとね、ほら切れ目が分かんない方がいい、こんな感じでちょっと行っただけで面白い、騙し絵みたいになってる。こんな感じのスタジオに来ました。現在朝の、時計合ってるかな、朝8時38分ですね。で今回はなんと他のタレントさんもいらして、他のタレントさんの顔出し OK もいただいたので、その撮影風の様子をずっと撮りたいと思います。ね、今回はすごい手作りだから、いろいろ全部手作り、私が着るお洋服とかアクセサリーとかも自前のを持ってきたんです。ちょっとぐちゃぐちゃだけど一回写しちゃおう。こんな感じ、これは洋服で、あ、ね、わざわざご用意していただきました、ありがとうございます。合間に食べます。今日はね、夜までだから、プラスこれね、ウェア、ポールウェアなんだけど、ちょっとね露出が多めの方がいいから、あとは自分でコテ持ってきたり、こっちにはヨガウェア、全部私物です、持ってきました。そして私が唯一持っているブランドモードバッグ、これしか持ってないから持ってきました。じゃあ衣装合わせかな。はい、今回あのお話をくださった有村昆さんです。あ、どうも今日よろしくお願いします。今日は映画の話しないんですね。あの今日は映画を撮る方ですね。なるほど。私あの監督をやっておりまして、すごい、あのなので、はい、まあ、ちょっとショートドラマで、はい、TikTok で、ですが全4話なんですけども、はい、キャストがパンチ効いたキャストでございまして、はい、あの僕自体も出るんですけど、はい、まあ、熊田曜子さんと、はい、あと木本さん、TKO の木本さんですね、はい、この3人がですね一緒に住むとあるマンションで起こる。そんなマンションあります？もうそれだけでちょっと、まあ、まあ、あんまり言わないですけど、まあ、いろいろなことが起きるんで、ね、あ、でもこれ配信されるときは私の YouTube も一緒にアップしたいので、あ、なるほど、ぜひ、はい、交互に行っていただいて。なるほど、わかりました、はい、面白いですね。あとで俺もヨコちゃんのやつ撮るよ、これ、ね、あ、嬉しい、はい、いつも自撮りもしてるんで。あ、なるほど、はい、あ、あの、じゃあ一緒、あ、プロデューサーの佐賀さん、よろしくお願いします。なんか TikTok ならではの、さっき打ち合わせだったか面白かった、なんか縦で撮るとか、うんうんうん、データがあんまり良すぎても良くないっていう、あのアップロードできないんですよ。はあ、そう、なんかもうそれぞれの SNS の中でのあるんですね、決まりというか。衣装は一応これ洋服とカーディガンにもなるやつで、ありがとうございます。でワンピースはこれだけでも着れます、はい、これはスカートとトップスなんですけど、うんうんうん、なんか最後に3番4までカーディガン着るっていうのがあったんで、はい、どっちでも使えて、はいはい、で水着っぽいっていうのが、水着が私 SNS であの DVD 撮影の様子とかはいいんですけど、なんかプライベートあんまり出してないんで、でもヨガウェア、ポールダンスウェアだ、ポールダンスウェアだったら水着とほぼ同じ面積で結構セクシー系なので、色味あるのを持ってきました。自分から言っていただけるんで自分のこと商品と思っても、はい、中身おじさんなんです。でこれもヨガ、あ、ポールダンスウェア、そうです。でこれも、これは、肩出しタイプです。はあ、でこれもホルターネックタイプです。だから谷間見せるならこっちで、肩出したいならこっちにしましょう。はい、了解です。谷間の方が TikTok 厳しい気がします。ああ、じゃあこっちの方がいいですか。肌の方がいい、逆に、はい、あ、分かんないんですけど、逆に助かるな。その女の子がやってる時にその谷間をわざとスタンプで消したりとかしてる、うんうん、もしかしたら谷間は避けておいた方が安心かもしれない。私も TikTok やってて何回かあの性的なって止められちゃったやつはこれです。これはそう、これでポールダンスを踊ったんですけど、多分ベージュなんで AI が勝手に裸で踊ってるって思われて、だからこのウェアでも引きで撮ったらいいんですよ。だからアップだともう丸裸にジャッジされちゃって、そうなんですね。でも これは今までいっぱいポールダンスアップしてますけど OK で、ただアップがあんまないですね。今日はねアップあるんですよね、うん、特にあの最初のほらでバーンって。え、有村さん今携帯で私に TikTok できますかね、うん、そしたら分かるかもしれない、ね、大体の肌の露出、あ、あのさっきの送ってもらったやつじゃなくて、
あの TikTok でいい TikTok でそれインスタです。今、ね、SNS いっぱいありすぎるから、ね、でもあ私結構 DVD 撮影のやつ水着出してますけど、はい、大丈夫っちゃ大丈夫。これは何ですか。これはポールダンスですけど、あこれの、水着のやつ結構出して、こういうのはもう大丈夫です。大丈夫です、はい、これ結構アップめ。これ TikTok で出しても大丈夫だ、うん、OK でした。確かに変身でも完全に、ただ膝上っていうのはあるかもしれないですね。あでもここまでで大丈夫です。大丈夫なんですね、はい、これは全然 OK。 あこれがこの衣装です。あこれがこれか、これ全然 OK だと思います、はい、これこっちにします。じゃあプロデューサー的に僕ちょっと判断のあれに困るんですが。そうですね、私も困ります、ね、どうしようかなと思って。こっちにしておきましょうか。ちょっとその怖い気がします。安全な方がいいですね。はい、まあ、じゃあ安全な方です。じゃあよろしければ。あのさ、あのスピーカーの音も大きくていいや。もうせあのカットしちゃうから。よし、今マックスで。はい、すごい、全部携帯で撮るんですね。全部携帯で撮ります。すごい。じゃあ回していきます。はい。また。決まりました。1の2の1。よーい。はい。手はける。はい。はい。それセリフィッシュだったよね。はい。はい。はい。1の3の4って言ってる。手はもうカチンコ入んないかな。やりましょうか。ケツにします。はい、ケツ。あ、いいですか、すいません。いきます。あ、ごめんなさい、参りました。お願いします。ロッキーいきます。1の3の4、はい、用意。俺だったらまあここでこれ飲んでも、まあ、これ座ってましたっけ。座って今趣味の芝居をこう飲んで、はい、落ち着かせようみたいな。そうね、落ち着き。私なんかここ多少かなり引きの絵なんで、うんうん、なるほど。出しにね、こう犯人が気づいてほしいからやってる。で、死んでる姿なんで、これファーストカットが一番重要なところなんで、これでいきましょうか。で、ちょっと引いてるぐらい。1、2、3でいきます。あ、テープ。あ、ごめんなさい、テープ。あ、テープ、ごめんなさい、口テープ。それとも犯人が貼ったことにします。口のピーつって、ていうか 手元だけでもつつ。ああ、2パターンととこ。じゃあ、うん、とりあえず今は今でこれで、でまたスーッと引くとやるんですね。そう、ここが入るぐらいなんですよ。じゃあここ、そこら辺ぐらいから引いていただければ。はい、この流れで。まあ、よこちゃん、最初こういう三角形の部分いきますか。うん、そうすると捕まえるときだけ、こう。うんうん。まあ、今は俺がこっち行くから、ちょっとこれでいこうかね。4の2の4。よーい。日本の皆さん、こんにちは。よくわかったね。あんたが黒幕か。あの銃声は自作自演ってことね。いつも片言だからわからなかったけど、犯人の子も自作自演？デスループっていう、なんかデスループマンションっていう、そうね、こういうタイプだと。いきます。はい、はい、次、笑顔バージョンですか。はい、じゃあ行きます。いきます。芸人さん、ありがとうございます。
った終わりました。ありがとうございます。 TKO チャンネルも見てください。あ、そうですよ、めちゃくちゃコラボ、ね、あ、やるんですか、やりたいです、サウナ、サウナ、3人でサウナ、あ、いいですね、やりたいです、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、そう、サウナ苦手、いやいや、だからいい、だからいい、やりましょう、やりましょう、やろう、やろう、ね、俺も大好き、じゃあコンちゃんの家のサウナ、あ、うちでもいいですね、うちでもしてもらって、そうです、そうです、やりましょう、いやいや、ありがとうございます、嬉しいです、はい。デスノートマンションじゃないか、デスループマンション、デスループマンション、デスループマンション、今日ずっとデスノートか、そうです、デスノートじゃないから、デスループマンション、デスループマンション、配信全4話、はい、ショードラで始まりますので、はい、ぜひ TikTok チェックよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。いいね、登録よろしくお願いします。分かってる。